ブンブン。ハロー YouTube。どうもまさるです。今回は、かねてからお伝えしていた通り、ソニーの Xperia 1 Mark IV。こちらがまもなく発表されるという噂をご紹介してきましたが、今回、正式に、Xperia Mark IV に関する発表のスケジュールが公開されました。そのスケジュールがこちら。2022年5月11日16時から、 この時間帯にエクスペリアの新製品が発表となります。例年ならばエクスペリアの新製品といいますと、どのモデルが発表されるのかというのは明らかになっていなかったんですが、こちらの動画をご覧いただくと分かる通り、エクスペリア1、そして そのスペックである 4K のディスプレイだったりカメラの性能が公開されそしてその次は2020年の x p e r i a m a r k 2に関する動画こちらは YouTube の公式チャンネルの方に掲載されている動画で2021年 XPERI1M3 a r k そして2022年1という数字が出たのがお分かりいただけたでしょうかつまり今回 発表されます XPRA e i は XPRA1 e i Mark IV になるというのはもうこちらの予告動画を見ていただいてもお分かりかと思います従来ならば XPRA1 e i シリーズ早い時では2月に開催されます MWC のタイミングで発表されるということも多かったんですがここ最近は新製品が発表されるタイミングが少しずれ込んできていて 今年はまだ発表されていませんでしたので、本当に XP1 出るのかどうか、それさえも心配になっていたという方いるのではないかと思います。ただ、今年になってからもこのチャンネルでお伝えしてきた通り、XP1 のマークを自体は予定されていて、今回ソニーから公式された内容と同様、5月11日の4時から新製品発表会が開催され、そちらで マーク4が発表されるものと思いますまだマーク4が発表されるという断片的な情報が出ているだけで実際にどういったモデルになるのかそちらは分かっていませんがいろいろと噂が出ていますのでせっかくですので5月11日に発表される x p e r i a n m a r k 4どういったモデルになるのかそちらの噂も見ていきたいと思います まずは何と言ってもカメラ性能が向上します。カメラと言いますと、やはり印象が強いのが昨年登場した Xperia Proi に搭載されました1インチのセンサーですが、今回 Xperia Mark 4に1インチのセンサーが採用されるかどうかというのは定かではありませんが、画素数が大幅にアップするというのは間違いなそうです。現行モデルの Xperia 1シリーズ、こちら、Xperia 1。 Mark III こちらのスペックを見ていきますとカメラにつきましては合計3つのカメラが搭載されていて共通するポイントとしては全てが1220万画素のセンサーを採用していましたこちらが今回大幅にアップするようです具体的には1200万画素から何万画素にアップするのかということですが 今言われていますのは約5000万画素にアップすると言われています画素数のアップは何に効いてくるかと言いますと写真撮影に関係してきます動画につきましてはそもそもフル HD でも200万画素になりますので動画の場合はフル HD だろうが 4K だろうがそこまで画素数のアップというのは関係ないんですが一気に5000万画素にアップするということで高解像度の写真撮影そういったものにとても有効になってきます ですので、今まで以上に写真撮影の性能、そっちらに力を得たモデルになりそうです。レンズの構成につきましては、現行モデルと同様と見られていて、超高角レンズ、広角レンズ、望遠レンズ、この組み合わせになりそうです。あと、バッテリー周りにつきましても、今回大幅に強化されるようで、当然、ワイルス注意に対応しているのはもちろんのこと。バッテリー容量自体も向上して、 現在は4500万画素のバッテリーが XPRIA e Mark III に採用されていましたが Mark V になりますとこれが5000万画素となる予定ですそしてどちらかと言いますと XPRIA は安全性を重視してか中華メーカーのスマホのように超急速充電というのは対応していませんでしたが今回 45W の急速充電に対応するということですのでやはり ウイルスによる充電が便利ではありますが、忙しい朝の時間帯などに一瞬で充電したいという場合、夜間充電を忘れた場合というのは、今回の 45W への充電の対応というのは、とても快適に使える要素になってきます。そして当然忘れてはいけないのが CPU で、現行モデルはスナップアゴン888が採用されていましたが、こちらがスナップアゴン 8J1 になるというのがほぼ確定です。 なお、まだ一説には、スナップアゴン 8Gen1 ではなく、スナップアゴン 8Gen1 プラスになるのではという説もありますが、マサル個人的な予想としましては、このタイミングで発売するスマートに8、8プラスの方を搭載するというのは、開発期間の関係もあって、難しいのではないかと思いますので、おそらく、Xperia8Gen1、そちらを搭載するものと思います。 実際にでにネットに出ているベンチマークの結果を見ても、スナップドゴン 8J1 のスペック、Geekbench5 でマルチコアで5000ポイントに届かないぐらいのスコアをマークしていましたので、その人のスコアからしても、今回の XP1 Mark 4に搭載されるのはプラスではなく、スナップドゴン 8J1 の方というのはなんとなく納得できるかと思います。 ということで、まだまだ情報としましては断片的なところはあるものの、今回やっと XPL1 Mark 4の発表が5月11日になるということが明らかになりましたので、これから x p e r i a の最新モデルを購入しようかどうか悩んでいた方にとっては、今回の発表というのは嬉しいのではないかと思います。一つネガティブな情報としましては、さらに価格が上がってしまうのではないか、 という説もあり、少しそちらが気になるところではあります。あそもそも XPEA1 を購入しようと思っている方安いから購入するというよりはスペックが好きだから購入する XPEA1 シリーズが好きだから購入するという方の方がほとんどかと思いますので価格アップにつきましてはあまり大きなデメリットと感じていない方も多いかと思いますがこれまでは10万円ちょっとで購入できていたモデルは 今回の x 1 m IV は20万円近くになるのではという説もありますのでやはり気軽に買える端末ではなさそうです発表会が5月11日ということでもう少し時間はありますがそれまでにまた何か最新情報と出てきましたらその都度最新情報はこのチャンネルの方でご紹介していきたいと思います なお、今回は細かいスペックについての噂というのは省略して、カメラやバッテリー、CPU に関する情報をご紹介しましたが、当然ながら 4K のディスイを搭載する、なおかつ UQ ディスイを搭載するというのはほぼ間違いないかと思いますので、CPU がどうとかカメラがどうとか関係なく、4K のディスイを搭載したモデルが欲しいという方、 そういう方にとっては今年前半発売されるモデルの中でも特に魅力的なモデルになるかと思います。意外にも 4K のディスプレイを搭載したスマートフォンというのは x p e r i a 1シリーズ以外はほとんど選択しかなく、サムスンの製品でも 4K のディスプレイを搭載するというのは稀ですので、やはりこの 4K のディスプレイ、それが選択できるというだけでも x p i a 1シリーズというのは今でも魅力的なモデルと言えます。 なお、今回冒頭でご紹介しました予告動画につきましては、ソニーの XP での YouTube チャンネルの方で公開しています。もし気になる方はそちらの方も断片的な情報だけではありますが、予想することはできますので、そちらの動画の方もチェックしてみるといいのではないかと思います。 また今後もエクスペリ a ー関する、その他の最新のスマートフォンの新情報などありましたら、いろいろとこちらのチャンネルの方で発信していきますので、その辺の最新情報気になる方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。